不平行のですねブリッジ回路の解析をやっています。今こういうふうなブリッジがありましてね、平行ブリッジじゃないですね、こうたすき掛けで同じ値になっておりませんので、不平行のブリッジですけど、この5ohmですね、いくら電流が流れるかということなんですけどね、まあ、いわゆる方程部なんで解くんですけどね、ちょっと難しいんでね、優しくちょっとやってみます。まず指針としましてね、1番ですね、5ohmをまず取り外します。5ohmですね、外しですね、端子をですね、A と B ですね、するですね、こうですね、 A と B にします。それから2番目ですね、AB からですね、端子、AB ですね、見たですね、回路ですね、回路ですね、内部抵抗ですね、内部抵抗 R ohm、それから起電力ですね、V の AB ですね、ボルトのですね、電池に置き換えます。こうですね、それから次にですね、この電池ですね、5ohmをですね接続するんですね、こういうね、手順で、手順意味か指針ですね、はい、やっていきます。それまず手順ですね、まあ手順としましてね、1ですね、端子ですね、端子 AB にですね、接続するえー、回路ですね、絵が描いていますね、はい、そうするとどうなるか言ったらですね、こうなりましたね、で、ここが A ですからね、ここ A にしますとね、これに1オムと3オムがこうですね、こう平行になるんですね、こっちが1オムにしましょうかね、こっちが3オムですね、でこうなって、それにバッテリーがこうつくわけですね、バッテリーがつくわけです。で、さらにですね、この1オム側にこの2オムがぶら下がりますね、で、3オーム側に4オームがぶら下がりますね、こうなります。で、ここが従って B ですね、 B になります、こうなりますね、はい。それから次ですね、2番目ですね、
エビから見たですね、内部抵抗ですね。内部抵抗はどうなるかですね。R ですね。R は、これ並列入ってますんでね。1たす2たす3たす4ですよね。そうすると、足す分の掛けですから、こうなります。はい。そうすると、これはですね、10分の21ですね。2.1 オームと。こうなりますね。はい。それから、今度はですね、起電力 V の AB ですね。こことこの電位の差ですね。で、V の、まずはですね、V の A ですね。ここの電圧はどうなるか言うたらですね、こっちがマイナスだ。まあこれ、ここをですね、アースに落としてもいいですけどね。こうね。そうすると、255×1 たす3ですね。これですね。の3と。こうなります。で、これはですね、191ボルトと。こうなります。それから V の B ですけど、255×2 たす4分の4で、これがですね、170ボルトなんですかね。こういうことになります。はい。従いましてですね、V の AB ですね。V の AB はどうなるか言ったら、V の A からですね、V の B を引きます。これね、ちょっと引きます。そうすると、これは、191から170を引きますんで、これはですね、21ボルトと、いうことになります。ここですね。すなわち、ここからこれですね。これはですね、V の AB は21ボルトですよと。こういうことになるわけですね。はい。なら、どういうことにこれ書かられるか言ったらですね、今度はですね、これが A で、これが B ですよね。で、V の AB が21ボルトで、R が内部抵抗ですね。2.1 オームのですね、こういうバッテリーになるわけですね。起電力が21ボルトで、内部抵抗が21オームと、こうなるんです。で、これに、こうですね。5オームですね。5オームを入れると。そうすると、こうですね。こっちの電池高いね。バテ、あの、電圧がこう電流流れますよね。はい。だこれは、ここからオームの法則でね、21ボルトは、I、括弧、あ、ごめんなさい。これ 2.1 ですね。2.1 になります。ごめんなさい。2.1 プラス5です。ね。そうすると、これは 7.1i ですから、i は、21を 7.1 で割りますから、まあ、ほぼ3アンペアと。こういうふうになるわけですね。まあ、参考書にいろいろ書いてありますけどですね、こういうふうに、こう、ちょっとね、バラバラにして書けば、割とできやすいんじゃないかなと思いますね。要はですね、こことここの電圧を、ね、出して、それの差、で、これのですね、A と B から見た、合成の並列抵抗ですね。こう出して、それでこういうふうなですね、オームの法則に入れればいいと。こういうことですね。はい。それではですね、ここちょっと例題出しますんでね、一つやってみてください。こうありましてね。はい。これがですね、E が12ボルトです。で、ここが2オームですね。
ここが4オームですね。からここは3オーム、3オームにします。で、ここも3オームですね。これもええ加減に書いとるんですね。で、ここは I ですね。I にしました。これやってみてくださいということですけどね。I はね、0.34 ですね。0.34 アンペアになります。一つこれ例題を、これに順次でですね、練習してみてください。